準母登校禁止から1857年9月21日は、李氏朝鮮の第23代国王、準祖の正室。第24代国王、玄宗の祖母。第25代国王哲宗の養母。本願は、安藤金氏。氏号は、明隆文仁光義高義正。列戦記秀則次根建林公家上運域。僕永上博邸準母登校。安藤金氏の金祖篤氏の娘として誕生する。父は、第22代国王、世祖の信任を得ていた人物であった。その影響もあってか正子品の有力な候補であった。関白を受け、事実上確定したが、正式に決まらないまま世祖が1800年に崩御した。しかし、正式に妃になることが決定し、1802年10月2日に王妃に冊封された。準祖との間に、孝明正子をはじめに男三女を設けた。大王大妃の貞純王后が、垂簾調整を終えると、実家である安藤金氏の勢力が大きくなり、政権を牛耳った。彼女自身も実家の栄華のために行動し、準祖に積極的に働きかけたという。準祖はこれに頭を悩まし、安藤金氏の勢力を抑えるために、孝明正氏の妃に豊城長氏の女性を選び、婚姻させた。これにより、豊城長氏が勢力をつけ、安藤金氏は勢力を失った。これに彼女は落胆したという。しかし皮肉にも、1830年に息子が死去したことにより再び勢力を取り戻すことになった。1834年に準祖が崩御し、孫の玄宗が即位した。しかし8歳と幼かったため垂簾調整を行い、王妃を安藤金氏から選んだ。1849年に玄宗が皇嗣なく崩御すると、黄花島で暮らしていた彬衆を呼び寄せ、徳寛君に封じた。準祖と自身の間の養子にした上で即位させた。これも実家と結託した結果である。また、妃に実家から女性を選び婚姻させた。1857年に正徳宮養親号で死去。享年68歳。養母はソウル特別市随想区にある一私寮で準祖と共に眠っている。また、1900年に準母都市区皇后と追号された。5人の子女を設けた。孫の玄宗は2人の王女がいたが、いずれも陽性。また、娘たちも子を産んだ者の陽性もしくは死産している。そのため彼女の血を引く子孫は現代にはいない。ありがとうございます。